恋を探す私、店の閉まる頃。え、ちょっと、そのコロッケ5つ。はい、コロッケはどちらの方？そう、安いよ。この社員名簿汚いわね。女の子はみんないい男を探してむやみにページをめくるからでしょいいな、あった？なかなかないわね。あなた、ずいぶんボーイフレンドいるっていうじゃないの。春風吹く頃。でもやっぱり結婚しなきゃ本当の幸せってないような気もするし、ハンサムで趣味がよくって、そんな人に憧れるのも無理はないわ。仕事は適当にやって若さを楽しむのが一番だわ。職場での女の子って結婚までの腰掛けだろ。白い真珠は私の願い。デパートに勤める3人の BD を主人公に、恋愛、結婚など全ての働く女性に共通の問題を描く青春文芸大作。少しは親身に聞いてよ。あんた腹が立たない？女はただ漫然と暇つぶしと小遣い稼ぎに働いてるなんて言われて。だって私そうですもん。仕方がないわ。何言ったん？私どうしても1時間休みが欲しいのよ。だからあんたその次も私の代わりに乗ってな。本当の人生とか生活とかそんなものの中に行き出したら、夢見たり憧れたりしてる余裕なんかないのよ。悲しいことかもしれないけど。うん、それはそれだけあなたが大人になったってことなんだわ、きっと。若い女性に素晴らしい話題と共感を呼んだ傑作小説の映画化。ぐっと明るくはつらつと働く BG たちの不思議な時間。私武井さんが好きだったの。好きで好きでたまんなかったの。じゃあ僕も話します。僕も好きですけどたまらないんです。梅子長官。はい。ねえ、からかってんじゃないの、私のこと。からんね。だいぶ酔ってるな